皆さんこんにちは。光源氏で有名な元アイドルである諸星和美さん。今回は諸星和美の激変した現在の姿と極秘逮捕された本当の理由や捨ててきた複数の大物女性芸能人たちの正体について紹介します。まずは諸星和美の履歴とプロフィールから紹介します。諸星和美は静岡県富士市出身の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループ光源氏の元メンバービートたけしとは親交があり、1994年にたけしが飲酒運転でバイク事故を起こした際は第一発見者として通報している。またジャニーズ事務所退社後にはたけし軍団に入ったが、たけしから与えられた芸名もろもろ出しが嫌でわずか3日で脱退した。元光源氏の大沢みきおが初監督した映画わしとたかで主演を務めるのが同グループの中心メンバーだった諸星和美。1995年の解散以降、アメリカ、ニューヨークに拠点を置く一方で、日本でも歌手や俳優として活躍している。バラエティ番組では、その歯に気抜きせぬコメントが支持され、43歳になった現在も人気は衰えていない。であるならば、日本を活動の拠点にするべきでは、と思うのだが、そもそもニューヨーク行きを選択していなければ、諸星は過去の人として埋もれていたかもしれない。伝説のアイドルグループとして、昭和から平成初期にかけてローラースケートで走り抜けた光源氏諸星は、グループが解散した1995年に所属していたジャニーズ事務所から独立し、歌手、俳優、タレント活動とマルチな才能を発揮する。そんな矢先に頭をもたげたのが、考え方の違う人と接していきたいという思いだった。過去に得た知名度に甘んじることなく、渡米、ニューヨーク行きを決意する。ニューヨークの人たちは田舎者が多いんだけれど、自分自身の価値観をしっかりと持っていて、俺の話もちゃんと聞いてくれるし、違うと思ったらはっきりと反論する。そんな関わりに刺激を受けることが多かったと現地での体験を語る。ジャニーズというでかい事務所を辞めて、誰も自分のことを知らない場所へ行くのは相当の勇気が必要だったはずと、今でこそ客観的に話すが、当時の行動についてエコノミークラスで生まれ育ったような人間がいきなり光源氏というファーストクラスに乗ってしまうと、何が普通だかよくわからなくなる。なんとなく一歩踏み出した感覚だったと、当時のポジションを捨て海を渡ることに躊躇はなかった。またシビアな現実も背中を押した。グループ解散後は潮が引くようにたくさんの人たちが自分の周りから去っていった。多分それは自分がそれだけひどいやつだった証拠でもあるし、いい人だったらいろいろな人がサポートをしてくれるはず。あれだけたかっていた人が一気に去ったってことは、俺が相当悪いやつだったからと、天狗だった当時を振り返る。そんな過去も手伝ってだから日本で忘れ去られてしまうのではという不安自体ないですね。極端に言えば自分には失うものはないという考えだからと、常に攻めの姿勢を保てている。かつてビッグマウスと揶揄された時期もあったが、今はその姿がトークバラエティ番組で支持されている。基本的に言っていることは昔から変わらない。でも若い時はお前の年齢でそれを言うなと批判されました。でもこの年齢になっていろいろな経験を積んだことで、ようやくあいつはこういうやつなんだと認識してもらえている。だからといって大人になったわけじゃない。変な占い師に考え方が小学6年生で止まっていると言われましたから。そんな諸星和美さんですが、現在は激痩せが心配されています。現在の画像をネット上で見ることができるのですが、どれも頬がこけていてげっそりし、まるで病人のようです。諸星和美さんが健康的でない痩せ方をしているのについて、様々な憶測が飛び交っています。その中でも有力なのが、薬をしているのではないか、というものです。芸能人では薬をしている人もいますが、その方と同じような症状が、諸星和美さんから伺えるという確証もあります。例えばイベントでろれつが回っていなかったり、諸星和美さんがわざと薬物の話を持ち出して、不自然にそれを否定することもあるようです。そのように激走性が心配される諸星和美さんですが、そのかっこよさはまだまだ健在です。これからは健康的にいつまでもスマートでいてほしいですね。さらに光源氏時代の収入はたくさんあったと思いますが、現在の仕事は何で？
現在はどれくらい収入を得ているのか気になる方もいると思います。諸星和美さんは結婚もしておらず現在も独身ですが、現在の仕事は歌手、タレント、商業プロモーションとして活動しています。2001年5月に永住権を獲得してニューヨークに渡米しています。光源氏が解散されて周囲の人たちが去っていく中で、自分のことを誰も知らない環境に身を置きたくなったといいます。1987年当時16歳にして光源氏の中心メンバーとしてデビューされました。明るくてやんちゃな性格が女性に受け、芸能界一のモテ男と称されるほどになったそうです。当時のモテエピソードは凄まじく、365股アイドルと呼ばれるほどだったそうです。2股3股は当たり前で、女性を取っかえ引っかえしていたようです。女性関係では常に選び放題で尽きることのないほどハーレム状態だったという話が有名だったほどです。またバレンタインには4トンのチョコレートを全国からの女性にもらい、トラック約38台分の量だったそうです。1年かかっても食べきれないほどのチョコレートの量ですよね。それほどモテていたということがわかります。当時は諸星和美さんの悪口を言ったら全国の女性を敵に回すと言われていたほどモテモテだった諸星和美さんでしたが、現在も結婚しておらず彼女もいないようです。その理由を2013年に出演された有吉ゼミで語られていました。諸星和美さんは人と付き合うのが怖い、本当にこの子でいいのかって思う、いろんな人が去った、昨日と明日が違う、さあっていなくなった、きついぞと番組内でおっしゃっていました。若い頃に特に興味があったわけでもない芸能界にいきなり入り、女性や周りの大人たちに踊らされたからこそ、人が集まってくる時と人が去る時のギャップが無垢だった諸星和美さんにとっては大きなショックだったのかもしれません。現在では本当に信頼して付き合えるほどの女性に出会えていないのと、その当時のトラウマがまだ消えないのではないでしょうか。光源氏として活躍中だった諸星和美さんはバラエティ番組に出演した際、当時のアイドルたちを口説き派手に遊んでいたことを暴露しました。おにゃんこクラブの会員番号20から30番台のアイドルにはほとんど全員に手を出したとも語り、生放送であるミュージックステーションに出演する際、本番前にタモリの楽屋へ遊びに行き、挨拶に来たアイドルたちを口説いていたとのことでした。アイドル杭を自慢げに話した諸星和美さんですが、事務所の先輩である深川俊和さんの妹や、当時芸能活動をしていて現在政治家の蓮舫さんには手を出せませんでした。現在は木村拓哉さんの嫁として知られている工藤静香さんですが、結婚以前は複数の男性タレントとの恋の噂がありました。少年隊の植草克秀さんとのドライブデーと報道されたり、田原俊彦さんや世界的なバンドとなった XJAPAN のリーダー YOSHIKI さんとの熱愛報道が出たりなど、工藤静香さんは恋多き女性として知られていました。諸星和美さんは元踊り師工藤静香さんのファンで、他の女性を口説きながら本命の工藤静香さんへもアプローチを続け、交流が始まったと言われています。工藤静香さんと先輩の植草克秀さんとの交際発覚後も交流は終わらず、工藤静香さんが男性と破局するたびに自分のところへ慰めてもらいに来ると周囲に語るほどの関係だったそうです。諸星和美さんと工藤静香さんがどのような関係だったのかはっきりと判明してはおりませんが、諸星和美さんはおにゃんこクラブの会員番号30番台はほとんど全員手を出したと発言していたので、会員番号3お箱の工藤静香さんと男女の関係があったと考えることも可能でしょう。噂では1998年頃まで諸星和美さんと工藤静香さんは交際していましたが、その後すぐに木村拓哉さんとの子供を身ごもり結婚に至ったという話もあります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。